皆さん、おはよう、こんにちは。ティン、ダーメン、クーバー、ケンタケス、鎌倉ハム、富岡紹介、いろいろありますね。ローストビーフ、いいね、ローストビーフ。焼き豚、これ一番美味しいですね。はい。焼いたり、まあ、ミートループ、あとは、ベーコン、ハム。いろいろハムがあるね。はい。鎌倉富岡紹介には、神奈川にあるそうでございます。はい。鎌倉市にあるんです。東急小町、あといろいろありますからね。はい。創業本当に工場も本当に体験もできますし、こだわりの味もあるし、知ることもできます。新工場完成したのは2016年だそうでございます。はい。あれから1874年から長い歴史ですね、開業したものでございます。はい。というわけで鎌倉ハム富岡紹介の話を紹介しました。ハム食べたい方どんどん募集してます。チャンネル登録、コメント、高評価どうぞよろしくお願いします。というわけで、鎌倉ハム富岡紹介でした。バイバイ。